すごいすごいですね。そうですね。ここの目とか鼻のツボなので。すごいツボですよね。そう、目と鼻効いてますね。今まさに必要なとこじゃないですかね。すごい、まさにいつも今必要です。そうですね、すごい効いてます。うん、おーすごい、そこですね。ね、結構やっぱり首がね凝っちゃうんですね。うん、おおすごい。で、まあ硬いからやっぱまず表面が痛いですよね。痛いですね。そうそう、ここはね、まあ、それこそちょっと目がね、はい、あのパッと見ても、まあ、目に力入ってんだなっていう感じなので、うん、目を落ち着かせてあげるっていうのが大事かもしれないですね、うんうん、なんかあれですね、なんか電話で最後に、はい、ありがとうみたいになると嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいです、ね、うん、そうなんです。やっぱ客様が喜んでもらえたら、うんうんうん、やっぱ嬉しいですね。そうですよね。そうそう、一番のやりがいですかね。そう、そうですよね、うん、うまく収まった時は幸せというか、はい、あ、よかったってなりますね、はい、っなんかちょっとなかなかね、声だけだと分かりにくいとか聞き取りづらいとかいろいろありますよね、うん、そこ大変ですね。おーすごい、うん、おーすごい、うん、おーおーすごい目の周りはこれが強い。おすごい。ね、痛いですね。すごい、はい、そんな強くやってないんですよ。本当ですか、うん、わぁめちゃめちゃ聞いてますよ。なんなら背中とかよりも半分以下です。本当ですか、うん、弱くなってます。歯薄いんでね、はい、うん、わぁ、でも目の疲れが強いっていうことは言えますね。あ、すごい、気をつけてくださいね。あのやっぱり これで、はい、凝りが強くなると、はい、顔って結構出やすいので、はい、麻痺するとかもストレスとかでなりやすいんですよ。そう、なんか、そうなんですね、あの目がピクピクしちゃったりとかありませんか？ あります。もうこれもひどくなってくると、はい、本当にあの支障が出るようなところまで行ってしまうので、うん、目の。はい、気をつけてください。多分今マスクもされるんで表情がね固まりやすいんですよ。確かにそれはあるかもしれない。うん、あ、すごい。マスクやその緊張されるお仕事したりしてると、はい、お顔がこわばるので、うん、結構凝り強いです今。うん、顔の凝りっていうのは結構こう。すごい、脳と直結しているので、すごい、それこそ自分で一生懸命やっててもヘマしたりとかは出ちゃいます。脳がぼやりしちゃうから疲れすぎると。そうなんですね。だからそうそう、そうか、あんまり一生懸命やろうっていうとかえって、はい、なんかあります、あるので、あります、それ。そう、なんか逆に、なんかなんだろう、そんなに、普通にやった方がうまくいくことあるんですよね。ちょっとなんか、気持ち的に前向きになれなくて、なんかなんとなく、自分らしくやるかみたいな感じでやった時の方が、自分にうまくいったりとか。そうで、頑張ろう、もう絶対、ダメだなって思ってると引き込んじゃうと、かえってね、力みが悪い方に。そうなんですよ。なんでこんなに頑張ったのにってね、あります。そう、空回りしちゃうことあるある。なんか花澤さんってあれですか、なんか、はい、あのカウンセラーですか？いやそんなことないですよ。まあでもやっぱりこう本当に向き合ってるんで私、はい、もう15年とか、うん、はい、もうやっぱこういう仕事をしてると、いろいろやっぱり話聞いて分か
かることとか、その方が出すサインみたいな仕草だったりとか、硬くなるところだとか、うんうん、話の仕方とか、すごいすごいすごいそこすごいですね、なんか。ああすごい、やっぱだから、ね、あの前回ね、前回もなんか頭の硬さを感じるとおっしゃったんですけど、硬、はい、いですか、ね、まあ、硬いです。意外と今回の方が、はい、2回目でイラッとして、はい、しっかり聞かせられてるのかもですね。いや、それすごい思いますね。今回はまだちょっと、はい、少しこう気を使ってたりっていうか、はい、ちょっと緊張してたね。緊張がね、あって分からなかったところもあるのかなと思います。わー、すごいそこ。でも2回目でこんな、あ、はい、花澤さんとは、はい、間空いたね、そうですね、はいはい、でもちょっと久しぶりでしたよね、前回。はい、そうですね、本当に久しぶりで。そうですね、2年空いちゃいましたね。そうですよね。うん。でもなんか、2年ぶりとは思えない。おぉ、ここオリオリですね。凝ってる凝ってる。すごい。あー、いますね、そこ。すごいですね。なんか、なんだろう、背中までとまた別人みたいに。ありますね。だからやっぱちょっとやっぱりそれそういうで電話とか、まあね、タブレット端末見たりとかっていう局所的な疲れが首から上にやっぱり来てるんですかね。どうしたらいいですか、日頃の。日頃ね、あ、でもあのやっぱとりあえず首細くて長いのもあるんで、はい、なんか覆うようにできるならちょっとスカーフ1枚とかでもしたりとかっていうのも有効だと思います。そこそこすごい、はい、そこすごいです。結構皮膚がダイレクトに出てると、はい、それこそ汗かいたりしたら冷えちゃうじゃないですか、はい、だから乾かしておくとか保湿し保護しておくっていう、うんうん、なるほど。そうやりやすいのだとなんかそういう1枚ちょっと首周りをつけるっていうことだったり、うん、首を温めた方がいいってことですか。温めた方がいいです、首は、うん、首が冷やさないように。多分まあ、今の時期だと暖房だけど空調効いてるような環境になりますよね、うん、お仕事場って、はい、だから割とさらされてることが多いと思うんですね、うん、あーそこ痛いです。痛いね。痛いね。痛いのは伝わってきてます。ね、いやでもこの辺がねこのまま掘ってるとこの上腕のしびれとかにつながっちゃうこともあるんですよ、はい、そうなってくるともう本当に支障が、ね、手に力が入んないとかなる方もいるので、うん、気をつけてね、あのこれ肩こりぐらいって甘く 見がちなんですけど、はい、結構深刻にあの精神的な部分まで追い込まれたりあるので、それこそやっぱり顔が動かないとか、うん、そういうことも出てきちゃうので強くなると。おお、そこすごいですね、うん、なんか私の考えでは、はい、なんていうんですかの、うん、そのなんていうんですか、やっぱ長年、うんうんうん、染みついてる、うん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 、その気を使うとかっていうところ変えるのって多分難しいと思うんですよ、はいはいはい、だったらもうなんか花澤さんのところで。でも確かにそうそうそう、ほぐしてもらうのを定期的にやる方が楽です。そっちの方が確実です。いるかなって思うんですけど、だって多分もう今いっぱいいっぱいじゃないですか。そうですね、そうこれ以上詰め込もうとしても出ちゃうから、はいはい、そうなんですよ。やっぱりゆとりがある人だったらね、これもやってみようかとか、はい、あれはやめてみようかってできるけど、はい、まあ環境変えるってめちゃめちゃ難しい、うん、そうですね、考え方変えろとか言ったってできないから、それはほぐした方が楽です。そうですね、なんかそこを、うん、また一からってなったら、うん、いやそれは大変。そうですよね、そうだったらもう、うん、プロにお任せじゃないですけど。そうですね、そうですね、まあ、自分でできるのはそれこそ本当冷やさないとか、うん、あと多分そのストッキングとかもできるんであれば、うん、あのこうフルタイプのものじゃなくて、はい、膝までのやつとかにしたりして、そう、そういうことか、締め付けをねちょっと、うん、お腹の締め付けはしないようにとか、
そうか、割とね、あのやっぱり静電気とかも肌によくないんで。あ、そうなんですね。はい、ああいう化繊のものって静電気も出るので、うん、それもあってこう冷えにつながったり、うん、肌荒れになってしまったりっていう悪いことがあるので、うんうん、ね、なるべく身につけるものは快適なものっていう、うんうん、冷やさないとか締め付けないとか大事にした方がいいですね、うん、できる範囲で。なんか寝る時とかに、うんうんうん、その首周り温めたりとかっていうのも効果あったりしますか？あ、ありますあります、よく寝れます、うん、そうなんですね、うん、やってみます。やってみてください。私はなんかコットンのネックウォーマー持ってて、はい、いいですね。そう、100パーコットで伸びる素材だから、うん、でもなんかコットンとポリウレタンとかなのかな、うん、なんかちょっとそういうのでも1枚でもあると、うん、でもなんか思い返したら花澤さんって首が隠れるその洋服してること多いじゃないですか、うんうんうん、してますね、私意識的にやってます。すごい、そうなんですね。っていうかその方が調子いいんですよ、やっぱり、風邪ひいたりしないし、はい、あ、そうなんですか。首冷やしちゃうと、ね、やっぱり首のこりとか風邪ひきとかなりやすい、はい、あるとなんかね便利だし、はい、あったかいし、うんうん、なんか首温めてるイメージあったんで、うん、そうそう、首つけてます、意識的にすごいですね、やっぱ意識されてるんですね。そう、まあ、まあ腹巻きとかもするんですけど、はい、やっぱね、あると ないともうスースーする感じしちゃうんですよね。あった方が安心っていうか、調子いいんで。あ、最初より痛くなくなりました、うん、ね、そうですよね、はい、溺れてきてます、はい、うん、最初なんかわめいてましたそうですね、あーってなってましたね今それがなくなりました、ね、なくなってきた、はい、ね、それがいいんですよ、こう、うん、自然に話したりしてる方が気が紛れてっていうか、はい、柔らかくなりやすい、はい、そうそうそう、お疲れ様でした、ありがとうございましたどうですか、こう今日はたっぷりやってみましたけども、ものすごい気持ちよかったです。あ、よかった今回もすごく効果をすぐに実感できたので、はい、今日はよく眠れそうだなって思います。そうですね、はい、今日はしっかり寝れそうですね、はい、多分もうね、ちょっと眠いんですよねそうね、ぜひまたね、はい、あの産後もご連絡しますので、ぜひよろしくお願いします、はい、今後末永くお付き合いいただければと思います。こちらこそ、はい、今日はいいリアクションをありがとうございましたありがとうございました、はい、では、はい、あの、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you。